ー列車アイオン。SF 映画の世界にでも召喚されたの。私の体の中に性格とかいうわけのわからない星を捕まえてるの。うちもやったことあるよ。ま、星じゃなくてライトだったんだけどね。氷の中から目覚めた時、おぼろげに星の光が見えたんだ。だから思わず手を伸ばしたんだけど、それはライトの光でね。その時、それを列車のみんなに見られたんだよ。まだ行ってなかったよね。列車に引き上げられる前、うちはずっと大きい氷に封じられてて、宇宙を漂流してたんだよ。姫子と妖おじちゃんと、あともう一人の誰かが氷を溶かしてうちを助け出してくれたんだ。いや、全然。うちが誰なのかも、本当の名前も、どこから来たのかも、全部きれいさっぱり忘れちゃった。美月なのかって名前も、うちが目を覚ました日にちなんでつけただけ。だからうちは列車に乗って一緒に旅をしてるんだ。いつか自分の過去が見つかると信じて。ありゃりゃ、なんか重い話になっちゃったね。大丈夫、うちが先に言い出したんだもん。そんな顔しないでよ。請求列車に乗るなんて経験めったにできないんだから。あ、車掌さんだ。すでに列車は宇宙ステーションの安全範囲から出ておる。10分後には跳躍を開始する予定じゃ。二人はちゃんと座っとくように。揺れには気をつけるんじゃぞ。毎回わざわざ言いに来なくていいんじゃないかな、パム。もう長いこと乗ってるんだから。乗客の美月なのかが毎回自分の限界に挑戦して転ぶからの。これをナノ転び八起きという。なんちゃって。車掌さん、ジュースもらっていい？ありがとう。跳躍まであと5分じゃぞ。何か飲みたかったら終わってからにするんじゃ。だって喉が渇いたんだもん。よし。何千年も過ぎ、今のヤリイロ6はこんな姿になってしまったのね。え？あの真っ白な星が今回のうちらの目的地なの？そうよ。今回の開拓の旅はそう簡単にはいかないようね。空間パラメータ異常！正規の安定率が 12% まで下がっておる。プラン変更じゃ。この駅での停車期間を7日から無期限に延期するぞ。この世界が属する虚数の局所で何らかの問題が発生したみたい。通常の地面を走る列車で例えたら、まるで線路が突然途絶えて、その先に底知れぬ深淵がある感じね。そういう時は緊急停止するしかないでしょ。
強引に進めば取り返しのつかない結果になる。今回もこうなるなんて言わなくてもわかるけど、今の世紀の異常も。暫定検測の結果はもう出ている。異常の根源はやはり性格だ。ああ、君の体内にある性格と同じ物質だ。性格に関する謎は多く、ヘルタでさえ完全には解明できてない。でもあんたが心配する必要はないわ。正確に進路を塞がれたのは今回が初めてじゃないから。ただ一つ確信できるのは、正確の降臨は文明や生態系に劇的な変化をもたらすとともに、劣界と呼ばれる空間的な歪みを生む。ヤリーロ6がこのような氷に覆われた星になったのもおおよそ性格の影響だろう。私たちの推測では、性格はあるアイオンが各世界にばらまいた災禍の種、災いの根源を絶たないと開拓なんて話にならないわ。つまり一仕事あるってこと。今回の開拓の旅は、あんた、それから美月ちゃんと、旅の目的ははっきりしてるわ。この世界に災いと空間の歪みをもたらした性格を見つけ。いいよ、また力を合わせる時が来たね。誰かが留守番してないとパムが寂しがるでしょ。それに私たちはさっきナルークに目をつけられたばかりだし、反物質レギオンに狙われたら困るわ。今回も俺たちの出番はなしか。あんたが行きたがっているのは知ってるけど、これでいいのなら、タンコを見つけて話し合ってきたら。彼、多分すでにヤリーロ6に関する生態と観測データを整理し始めてるでしょ。旅に出る前により多くの情報を得るのは決して悪いことじゃないわ。どうだ、跳躍には慣れそうか。めまいやえずきは正常な反応だ。すぐに慣れるだろう。それは列車と相性が合うということだ。いい兆候だな。列車の資料庫に目を通したが、ヤリーロ6の環境は過去の数世紀で大きく変化したようだ。もともとは氷に覆われた惑星ではなかったようだが。ベルトさんはそう考えているのか。ああ、世紀が遭遇した空間阻害を考えると、暫定的な測定を行ったところ、星の表面のとある場所だけが相対的に正常な温度に近かった。もし俺が事前に開拓の旅の調査地点を選ぶとしたら、間違いなくあの比較的温暖な場所を選ぶ。だろうな。お前が加わる前、姫子さんは美月がどこかに行くときは必ずベルトさんと俺を同行。お前が加わった今、その役目から解放されるのは俺じゃない。したがって今回の開拓の旅の目的は、ヤリーロ6にある性格を見つけ出し、世紀に対する妨げを取り除く。わかった。お前は先に美月を探しに行け。本当？なんか信じられないの。緊張しないで。うちと炭鉱は開拓のベテランなんだよ。じゃあ
出発の準備はいい？この星を見るとつい思っちゃうんだ。この世界を満たす氷はうちと関係があるのかなって。まあ考え始めるとキリがないんだけど。でもうちを封じていたのは六層氷と呼ばれる珍しい物質で、普通の惑星にあるわけないよね。正直ここが故郷じゃないことを祈ってるの。だって見るからに寒そうだもん。美少女は対等性が高いわけじゃないんだよ。どうした？俺の顔に何かついてるのか？ううん、今回どんな面白いことに3人で遭遇するのか想像…この世界には災いが多く存在する。正確に遭遇して今はお…ヤリイロ6開拓招待、これより出発。着いたか、ヤリイロ6。全部雪だね。人の真似しないで。どこを見ても白一色なんだけど。座標によると目的地はすぐそこだ。よし、じゃあこんなところで立ち止まってないで早く行こう。大気庵競技場に穴を開けたこと自分の口で言うか、それとも俺が？その話はやめよう。とにかく生き物がいない場所に着陸できたんだから問題ないって。半月間ボランティア活動の開拓の道を体験したくないならな。だから言わないでってば。俺たちはこの世界について何も知らない。一歩一歩慎重に進もう。大丈夫だよ、うちら3人で解決できないことなんてないって。あんたは性格を持ってて、うちには唯一無二の六層氷がある。それから炭鉱はなんかよくわかんない不思議な過去を。うちらを相手にする人の方がかわいそうだよ。モノマネうまいね。あんたお笑い芸人とか向いてるんじゃない？行こう、勇気を持って未知なる世界へと踏み出す。これぞ。ここはまだ侵食を受けていないが、烈海が生み出したモンスターが逃げ出している。性格はこの世界に。後悔しても遅い。ルールは破るためにある。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。
あそこ見た？なんか動いた気がする。ただの雪の吹き溜まりだろう。見間違いじゃないのか？違うって。うちの視力をなめないで、近づいて確認してみよう。後悔しても遅い。同天元気超無一角。誰かな。隠れてないで出てきたら。そのままだと寒くて凍え死んじゃうよ。我慢したってしょうがないのに。どいてろ、美月。耳を塞ぐ者への一番の対処法は、目の覚める一撃を与えてやることだ。ちょっとお兄さん、雪に隠れていたからっていくらなんでも槍で刺すなんてひどくありません？あー、でも皆さんが悪いわけではありません。僕が出てこなかったのが悪いのです。刺されて当然。むしろこうやって知り合えたのですから幸運かも。で、ジェパード様はどちらに？結構懇意にさせてもらってるんですが。誰それ？おや、あなた方は青鎧じゃないのですか？それならそうと早く言ってくださいよ。どう？僕は散歩コースキと申します。お会いできて光栄です。いいお名前だ。鹿と胸に刻んでおきます。それにしてもこんな雪の中で生きた人間に出会うとは。近頃は商売も厳しいですが、僕は横取りしたりしませんのでご安心ください。財宝はたくさんありますから、みんなで儲けましょう。あ、僕も仲間に入れてくれませんか？確かな情報を持ってますよ。シルバーメインの主戦力が前線に派遣された今こそ絶好のチャンス。ひどい。僕を信用していないのはわかりますが、わかりますよ。同じ商売をしている者同士、警戒されるのも無理はない。こうして出会ったのも何かの縁。知りたいことがあれば何なりとお聞きください。僕の知る限りのことをお答えします。あー、でも手短にね。シルバーメインに気づかれてしまいますから。僕ですか？あなた方に驚いたからですよ。この辺りで古代遺物を手に入れて一儲けしようとしていたんですが、あなた方が騒がしかったのでシルバーメインが来たのかと思ったんです。お願いですから、次からはお静かに。あなた方と出会ってもシルバーメインは雪に隠れたりしません。難しい言い方をされますね。要するに人が集まっているところでしょうか。外を歩いても見つかりませんよ。この世界で人類が住まう場所は我々の敬愛するベロブル、孫悟の都、永吉の城、人類が寒波に抗う最後の砦。仰々しく聞こえるかもしれませんが、全て事実です。人類はこの鉄壁の中でしか生きていけませんから。本当に？シルバーメインはベロブルグの軍隊、執行者、警察、融通が利かない連中で、
僕たちのような商人の敵です。はあ、本当に新参者でしたか。これほどの初々しさ、見捨てては胸も痛むというもの。こうしましょう。僕は一応あなたたちの先輩ですから、ただで指導して差し上げます。この仕事には守るべきルールがたくさんある。潜入にも、商品を探すにも、値段を見積もるにも、シルバーメインから逃れるにも、そのすべてに技術が必要ですからね。そこまでは必要ないよ。それよりうちらを町まで案内してくれないかな。道がよくわからなくって。町？まさかこれで帰るおつもりで？まだ今日の営業を始めていないお嬢さん、道案内ですが、僕は心優しい散歩と呼ばれるくらい人助けが大好きなんです。あはは。さあ我が友よ、僕についてきてください。もちろんシルバーメインに見つからないよう声は抑えめでね。ところで、なんでシルバーメインを避けてるの？それは古代遺物をいくつか頂戴しただけで、大したことはしていません。攻めるなら、あの頭の固い執行者たちを攻めてくださいね。ところで、皆さんはどちらのご出身ですか？よからぬ意図は、七つ目のルールは足跡を残さないこと。僕だけの隠し技なんですけど、雪に痕跡を残さず追っ手を振り切ることが。これは？おっと、先ほど話したシルバーメインのことを覚えていますか？手を貸してください、友よ。捕まるのはごめんです。容疑者とその仲間を発見、すぐに逮捕しろ。チャンス！ここは任せた、友よ。ちょっとあんた、全ては星々の選択。星々よ、開拓者たちに真なる祝福を。騒ぎを起こしたくはない。た！それ即戦即決で行こう。争いに意味はない。聖子虚実、異動天元気、聖武一角。はっ！はっ！始めようか。騒ぎを起こしたくはない。私はジェパード・ランドゥー、シルバーメインの受影官。速やかに無意味な抵抗をやめろ。わけわかんない散歩にやられてムカついてるところなのに。容疑者め、抵抗をやめて降伏しろ。犯人扱いされてもっとムカつく。いやっためにある。一撃で沈める。集中しろ。恐れることはない。では星々の選択、星の秘密を求める鍵よ。開拓者たちに真なる祝福を。
うちに出くわすなんてついてないね。ほら、やっ今さら後悔しても遅い。はっ、せっ、はっ、これで終わりだ。青髪の主犯は？申し訳ありません、長官。見失いました。足跡も見つからず。構わない。仲間を捕らえた以上、主犯もそう遠くへは行っていないはずだ。なんだ、あんな奴と仲間なもんか。かばってるわけじゃないよ。本当に仲間じゃないんだもん。躊躇なくうちらを見捨てたの、あんたも見てたでしょ。せっかく手を貸してあげたのに、うちらを利用するなんて。信じたうちがバカだった。私は自衛官だ、仲裁人ではない。ベロブルグの市民として君たちには自らを弁護する権利がある。だが、それも喧騒者たちの目前で行うことを。連行しろ。でもうちらはベロブルグの市民じゃない。写真？あ、頭いいね。ナイスアイディア。まだ自分たちの星の姿も知らないでしょ。うちらが撮ったヤリイロシックスを見せてあげるよ。この白い球体が、ここ、俺たちが住む場所なのか。なんという。はるか昔はよく天外より来訪する者がいたと聞く。しかし寒波が発生して以来、吹雪を越えてベロブルグを訪れる者はいなくなった。しかしこの者たちは。これはもはや我々が判断できることではない。彼らの言葉が真実ならば、どうするか決められるのは、この者たちを大守護者様のところへ導くのが私たちの使命だ。よそ者よ、ついてくるがいい。ベロブルグはこの吹雪の先にある。ようこそ、ソンゴの都、ベロブルグへ。君たちが今立っている地はベロブルグ。人類が寒波に抗うための最後の砦。700年前、天外より現れたモンスターが星を燃やした。その頃の大地は焦土と化し、至る所に溶岩と煙が満ちていたという。そんな存亡の危に瀕した時、突如として寒波が訪れた。連綿と続く吹雪が侵略者の軍団を滅ぼし、堅強な喧騒者たちがこの町を築いた。孫悟のクリフォト様のご加護のもと、ベロブルグは風雪に侵されてもなお永遠に暖かいままである。変な話し方。もともとが彼自身の言葉ではなく、何かの書籍から引用したものなんだろう。そっか。じゃあなんでうちらにこんなことを話すんだろう。君に聞かれたからだ。
町の外で変わった生き物を見た。あれは侵食された空間、裂界から現れたものだな。知っているのか。そうだ、カンパ以外にも多くの脅威がある。君たちが見たモンスターもその一つだ。シルバーメインはずっとあれらと戦ってきたが、状況はあまり芳しくない。大守護者様への謁見が終わったら、君たちの意見を聞かせてほしい。情報が足りないんだ。着いたぞ。ここがクリフォト城、ベロブルグの心臓であり剣奏者の本部だ。人類の救世主だ。寒波が来る以前から剣奏者たちは世間からの疑いの目や嘲笑に耐え、この地に鉄壁を築き上げた。彼らのその選択が正しかったことは歴史が証明している。剣奏者たちは孫悟の愛翁クリフォトの名をこの城に名付けた。彼らの導きのもと、人類は外部からの攻撃を。この城は大守護者様の住居だ。大守護者？剣奏者たちによってベロブルグのリーダーに推薦された方のことだ。彼女たちは代々この都市を守り、民を庇護してきた。現代の守護者はカカリア・ランド様。都市で敷かれている重要な政策は全て彼女が決めたものだ。おお、つまりお偉いさんってことね。これからカカリア様に謁見する。伝えたいことは先に準備しておいた方がいい。お忙しいお方だ。要件だけ簡潔に述べるようにな。え、もう会うの？先にどっかで身だしなみを整えた方がいいんじゃない？時間の無駄だ。誰も気にしない。先に使者を送っている。カカリア様はすでに君たちの来訪をご存知のはずだ。しかしこのような犠牲には何の意味もありません。不適切な。下がってよいブローニャ、来客だ。お母様。大守護者様、3名のよそ者を連れてまいりました。死者から話は聞いている。よくやってくれたジェパード。貴様、ようこそ寒波の向こう、いいえ天涯より訪れし客人と言うべきかしら。私はカカリア・ランド、ベロブルグの守護者たる者。疑ってほしいのかしら。自分から言い出したことなのに自信がないのねそうね、疑ってないわ。あなた方がこの世界のものではないと知っている。幻想者は歴史を覚えてこそ己の初心を忘れずにいられる。遥か昔、寒波が訪れレギオンが侵入する前、この世界は輝かしい繁栄を遂げていた。アイオーンはこの星を他の世界とつなぎ、我々は果てなき銀河に存在するあまたの可能性を知った。そして琥珀の王クリフォトが、アイオーンが見守る中で我々は壁を築き始めた。だから驚くことはない。700年もの間、剣奏者は星空からのメッセージを受け取っていないとはいえ、あなた方の存在は知っている。その言い方分かりづらいよ。俺たちがここに来たのは性格というものを探すためです。性格？突如として各世界に落ちた物質、その出現は厄災を意味する。
これまでの旅、先ほどあなたは反物質レギオンの侵入について触れていました。つまり奴らがこの星に来て間もなく寒波が訪れた。そして寒波と同時に裂解という空間侵食現象が発生したということですね。そうだ。性格が埋め込まれた世界には裂解が現れる。そして性格はそれぞれの星に適応した異なる災いを生み出すの。うちらをね、銀河を旅して性格の恐怖から世界を救う熱心な旅人だって思っていいから。現状をよく分析したものだ。そう、確かに我々は様々な災いと戦ってきた。そしてその中の多くは今も我々を脅かしている。たとえ本当に性格というものが存在し災いを引き起こしたのだとしても、あなた方とは無関係。自分と関係のない星を救うために骨を折り、何の見返りもいらないなどという話を信じるほど私は甘くないわ。おっしゃる通り、俺たちがこうして協力を求めているのは両者の利益が一致しているからです。性格を封印しなければ俺たちもこの星を離れることができません。そう、うちらはすごいよ。あなた方にはその性格を封印する手、俺たちなりの方法があります。わかりました、信じましょう。今の状況が本当に性格と関係があるならば、あなた方はベロブルグが700年間待ち続けた希望の星さ。今日はもう遅い。あなた方も疲れているはずだ。町で一番のホテルを手配するからゆっくり休むといい。明日の正午、再び使者を送りあなた方を招待する。こちらこそ天外の客人よ。私も性格と関わりがありそうな記録を調べるのに時間がかかりそうだ。ここで失礼する。もちろん分かってるわ。焦ることはない。方法ならあるから。大守護者様に気に入られたようだな。僕も君たちの行動を制限しなくていいとの命を受けた。正直ここまでうまくいくとは思わなかったよ。それじゃあ僕は公務があるから駐屯所に戻るよ。ちょっと待って、おすすめの観光地とか教えてもらえないかな。観光なら黄金シアターか歴史博物館がおすすめだけど、博物館は身分証明書が必要だから、先に常冬の火を見に行った方がいいな。ベロブルグで最も意義のあるランドマークだ。音楽に興味があるならカラクリ工房パーペチュアルに行くといい。あそこではたまに野外公演が開かれる。演出者は、いや、それとゲーテホテルへ行くのなら、その隣でシルバーメインが見張りをしている路地を見かけると思うが、あまり近寄らないように。そこは最近裂解の影響で封鎖されたばかりなんだ。町の内部にまで侵食が及んでいるのか。ああ、僕たちは今もそれと戦っているんだ。では。
て、あの氷像の形変わってるね。この町とどんな素材かはわからないが、氷でないのは確かだな。それもそっか、この町って結構あったかいもんね。あれ、あそこに子供がたくさんいる。まずは自己紹介を。私はシルバーメインの情報官、そしてこたびのベロブルグ歴史の旅で臨時ガイド役を務めさせていただきます、ペラギア・セルゲーブナと申します。ペラとお呼びください。ペラお姉さん。一部の大人はさりげなく子供の真似をしないでください。ではご覧ください。こちらが常冬の日です。偉大なる剣奏者を記念するために建てられました。剣奏者はアイオン・クリフォトの従者です。彼らが危機を予言し、壁を築き上げ、ベロブルグを建立したおかげで、人類常冬の日は2つの部分に分けられます。知識と工業の力を意味する歯車と、寒波を意味する巨大な氷の結晶、この2つのシンボルは緊密に噛み合っていることが分かりますが、歯車に封じられた氷の結晶は厳しい自然に屈しないという剣奏者たちの精神を象徴しています。他に質問はありますか？ジェパードが言ってた列海に汚染された路地ってあそこのこと？こんなに町の中心に近い場所にあるなんて。このまま放っておけば近くの店やホテルはすぐに営業できなくなるんじゃないか。下がれ、これは最終警告だ。しかし私の資産証明書が全部。列海が町を侵食している。喧騒者に物資奪還を申請しろ。ここはシルバーメン以外立ち。列海の侵食が町中まで広がってるなんて、あの路地通りで兵士だらけなわけだ。不可能だろう。性格が活性化している限り兵士でも一時的に列海のモンスターを排除することはできるが。おじさん、残念ですが諦めてください。外縁通路は今非常に危険な状態なんです。これもあなたの身の安全のためですから。資産証明書をなくしたら死んだも同然だろう。はあ、正当な権益会って聞いたことあるか？カラクリ工房パーペチュアル到着。あれ？彼はたまにと言っていた。
肝心なところを聞き逃してどうする。じゃ、見たかったのに。ところでさ、あれ見て、さっきから突っ込みたかったんだけど、この町って普通暖房器具って屋内にあるものじゃないの？だとしたら、この町の喧騒者たちは随分単純な思考回路してるみたい。性格がもたらした災害はこんなちっぽけな金付きで防げるものではない。壊れた金付き相手に結構喋るじゃん。うわ、かっこいいお姉さんだ。どうも、私はセーバル、このからくり工房のオーナーだ。壊れた設備があったら私のところにおいで。修理する気分になるかどうかは保証できないけど。いやいや、ちょっとこの金付きに興味が湧いただけで。金付きに興味？普通の地髄暖房じゃん。行政区のどこに行っても見られるでしょう。初めて？あ、分かった。口の軽いシルバーメインから聞いた係屋が数名のよそ者に会ったって話、あんたたちのことだったのか。これは珍しいお客さんだ。さあさ、金付きのことでも何でもお姉さんが全部教えてやるよ。あんたたちが見たのはベロブルグで最も一般的な地髄暖房だ。見た目は素朴だけど人々の命を保証してくれてる。外の猛吹雪に耐えられる暖房器具がなきゃベロブルグはとっくに死の町になってるだろうね。ここ特産の鉱物エネルギーだよ。町全体の暖房から個人が使う計算機まで全部。地髄はこの星の地下にあって、下層部にいる専門の採掘チームが採掘し、輸送ルートを通して地上に送られてくる。それに対して上層部も同じルートを通して地上にしかない物資を送ってるの。知らなかった？ベロブルグは2つの円盤をつなぎ合わせたような構造をしてて、上層部は政務と貿易を、下層部はエネルギーの供給と資源採掘を担ってるんだよ。でも数年前に命令が出てからは上層部と下層部の人の行き来もなくなったんだけど。とっくこんなこと言ってどうすんだか。独り言だと思ってくれていいから。火を使って料理を作るのと同じ理屈さ。家が鍋だとすれば金付きは鍋の下にあるかまどの。なんかどこから突っ込めばいいのかわからなくなってきた。気にすんなって。初めてベロブルグに来たんだろ。この町の人情味を味わってくれたら私。ところであんたたち暇そうだね。機器の修理を手伝ってくれない？しこ。よし、じゃあお姉さんがお手本を見せてやる。手先が器用で察しもいい。私の助手にならない？報酬の保証はできないけど、他の福利厚生なら安心していいから。はあ？流されやすいにも程があるでしょう。冗談だって。真に受け。私は別の仕事があるから、他のところも回っておいでよ。からくり工房はいつでもあんたたちを歓迎する。
俺の知り合いにさ。疲れた。早くふかふかのベッドで寝たいよ。うちらの開拓の旅って初日はいつも大変だよね。炭鉱もそう思わない？お前がはしゃぎすぎるからだ。へえ、綺麗なロビー。今夜はふかふかなベッドとポカポカの枕だ。後で枕投げしない？するでしょ。このホテルの枕ならきっと羽毛だと思うんだよね。ミツキ、クリフォト城にいるとき。ストップ。言いたいことなら分かってるって。どうせミツキ喋りすぎだとか、ミツキ他人に俺たちの目的を明かしてどうするとかでしょ。はいはい、了解だ。でもほら、いい結果になったでしょ。貴賓扱いされてるし、超豪華なホテルに泊めてもらえるし。現地…いや、その話じゃなくて。じゃあ何？クリフォト城にいた時、あの大守護者に何か感じなかったか？もちろん。うちだってあんたたちと冒険しながら鋭い観察力を磨いてきたんだから。おかしい？普通の女の人だったよ。最初はちょっと声をかけづらい人かと思ったけど、ちゃんと話してみたら優しかった。ただあの人の目、見透かす力があるというか、つまりうちらと話してても遠くにある何かを見てたような。ああ、俺も同感だ。あの部屋にいたのは俺たちだけじゃなかった気がする。え、何その言い方。急に怖くなってきた。それじゃあ炭鉱の目はごまかせないよ。俺の考えすぎか。手を貸すという約束守ってくれるといいんだが。早く休もう。明日の話し合いのために気力を養っておけ。まだやりたいことがあるのか。明日は守護者との面会があるんだ。散策する時間はないぞ。一日だったよ。ゆっくりお風呂に浸かってぐっすり寝ようっと。やった、枕投げ。早く寝て体力を温存した方がいい。これからの数日間大変なことになりそうだからな。じゃあうちは部屋に戻るね。列車が消灯するのじゃ。Thank you.
外にシルバーメインが集まっている。好意的な感じはしないな。うちらの迎えにしては空気が重すぎじゃない？それは盲点だったわ。とりあえず会いに行ってみよう。下でブローニャ様が待っている。早く会いに行け。くれぐれも妙な真似はするなよ。うちら何か大きな事件。あれ、あんたは昨日クリフォド城にいた。私はブローニャランド、シルバーメインのリーダー代行だ。真に高貴な琥珀の王の名のもと、偉大なる守護者カカリアランドの命により、反逆をもくろむ罪人を逮捕する。大守護者代理としてあなたたちの行動と発言の権利を一時的に剥奪する。裁判団があなたたちを裁くとき、弁明の機会が与えられる。以上、無駄な抵抗は諦めてついてきなさい。待ってよ、昨日の話と違うじゃん。今日の面談で重要な話をするって。これは間違いなく計画的な裏切りだ。また囚人になるの？三つも星を渡ってると似たようなことが起きるんだね。それはお前がいつも急に熱くなって。うちも成長したよ。今だって計画を考えてんの？計画…経緯…そうだ、二人ともあそこの路地を見て。あそこは烈海の侵食によって封鎖されている。美月、逃げる準備だ。え、本当にいいの？小市美穂さん。列車組の合図だよ。1まで数えたらうちと一緒に走ってね。訓命無理。おい、何をブツブツ言っている。音一位先進。烈海へ飛び込むなんて、自信過剰なのか自滅の道を選んだのか。やはりお母様の判断は正しい。失踪か死亡と報告しましょうか。いや、大守護者様は犯人を捕らえろと命じた。封鎖エリアに飛び込んだとしても追撃を止めるわけにはいかない。生きていようが死んでいようが私がこの目で確かめる。承知いたしました。私が今できることはベロブルグを脅かす悪党の駆逐、それだけだ。やっぱりあいつら怖くて入ってこれないんだ。ざまあみろ。うちらを捕まえるなんて100年早い。
なーに、みんなのおかげだって。シルバーメインは不意をつかれただけだ。すぐに追ってくるだろう。道に沿って進んで安全を確保してから次の計画を練るとしよう。一体どんな理由があってあの大守護者は考えを変えたわけ？急に捕まえに来たりして、人が寝てる間に奇襲なんて卑怯にも程があるっつうの。あの女からは不穏な気配を感じた。やはり俺の勘が正しかったということか。後悔しても遅い。同天元気超無一角。うちのとっておきを食らえ。誰かな。
動天元気超無一角。それ星々よ、開拓者たちに真なる祝福を。誰かな、うちのとっておきを食らえ。ルールは破るためにある。同点元気超無一角。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。この門直接開けられないみたい。あの装置を見て。確かにセーバルの工房で見た気がする。急いで解除しよう。いい感じ。この門は何の装置もないね。あそこじゃない？モンスターが装置の近くをうろついている。同点元気超無一角。はっ星々よ、開拓者たちに真なる祝福を。いい感じ。気をつけろ。本当に掘ってきた。それどころ
ころか待ち伏せまで。甘く見られたものだ。列界に侵食されていても、ここはベロブルグの一部、私たちの郷土。シルバーメインは誰よりもここに詳しいの。鬼ごっこは終わり、武器を下ろして私についてきなさい。しつこい。うちらが何の罪を犯したっての？こんなところまで追われる筋合いないって。私が受けた命令はあなたたちを逮捕すること。詳しい罪状と判決は裁判員たちから説明が。昨日俺たちに会ったこと覚えてるか？あの時は貴賓としてカカリア殿に招待された身だった。それが一夜にしてこれほどの変化だ。昨晩、守護者様はあなたたち、そして私を呼び出し、あなたたちが我々を欺いたのだと説明した。あなたたちの身分も目的も全てが偽りで。はあ、影ひなたのあるおばさん。大守護者様への侮辱はあなたたちの罪を重くするだけ。早く武器を下ろして降伏しなさい。言っても無駄だ、美月。これだけは覚えておけ。俺たちは逃げ道がないなら列車組の凄さを見せつけてやる。うん、怖くない。うちの出番。リュウ、始めようか。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。この機会を逃さないで。ふん、殴ったね。ルールは破るためにある。争いに意味はない。私自ら悪党どもに制裁を。生死虚実、一年のマナリ、同天元気、超無一角。ふの選択、星の秘密を求める鍵よ。開拓者たちに真なる祝福を。始めようか。くらえよ。争いに意味はない。熟した。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。一人ぼっちはやだよ。即戦即決で行こう。やっ。ルールは破るためにある。してあげる。どけ、騒ぎを起こす。生死虚実、一年のマナリ、同天元気、超無一角。星の祝福をあなたに。
そこまで。このラッキースターは誰かな。今さら後悔しても遅い。今だ。くらえ。やれやれ。すべては星々の選択。星の秘密を求める鍵よ。開拓者たちに真なる祝福を。ここへ。争いに意味はない。はっ、はっ、始めようか。やっ、誘った覚えはないけど。星の祝福をあなたに。あの子なかなかやるね。ねえタンコ、あんたのとっておきでも使ったら。その役はお前に譲る。ちゅ、つまんないの。降伏しなさい侵入者。公正な判決をあなたたちに約束するから。この張り詰めた空気を破るつもりはなかったんですけど。あ、何者。息が苦しい。この散歩、助けてくれた友を見捨てるなんてできません。義理はちゃんと通すのがこの散歩なんです。彼らは苦しんで犠牲になる。私の命令で死ぬのだ。じゃあ仮想部の民たちは。彼らは喧騒者の庇護を失ってしまう。きっと私は暴君とみなされるわ。そうだと思いたはず。しばしの誤解は永遠の繁栄をもたらす。そなたの決めるわ。分かった。落ち着きなさい。君のおもちゃにそんな破壊力があるわけないじゃない。じゃあなぜ目覚めないのです。普通に眠っているだけよ。寝言聞こえなかった？かわいそう。ところで散歩、正直に言ってちょうだい。あの上層部の子をどうする気？どうって？他の人と同じく木を見て帰ってもらおうかと。どうして？私は騙されないからね。散歩コース機連れてくるつもりはなかったんです。ただ煙が濃くて僕も慌てていたので、ついうっかり。何を考えているの。上層部のことは君と関係ないのよ。どうして自分から絡むのかしら。今でも十分目立つのに、そんなに遅延に狙われたいの。そんなこと言わずに。僕は友達を助けたまでです。この人たちにお世話になったので、その恩返しですよ。それに遅延も、僕が連れ帰った人が遅延の力になれないとは限りません。だから勝手に歩き回ってもいいように放っておいたの。おっと、それは事故、事故です。すぐ探しに行きます。あの子は早く見つけ出してちゃんと見張っておいた方がいいわ。仮想部が封鎖されて十数年、子供たちは地上の人の顔を忘れつつあるというのに、シルバーメインの制服を着た人間が急に現れたら。遅延がこのことを知ったら、あの子や君に対して一体どう出るのでしょうね。わかりましたよ。今探しに行きますから。僕の客人はお任せします。やっと起きたのね、寝ぼすけさん。体は大丈夫？どこか痛いところは？
ずっと性格やら願望やら叫んでたわ。わけのわからないことばっかり。さあ、目が覚めたのなら早く起きなさい。私はナターシャ、地下で医者をやっているの。君はうちの診療所で丸一日も眠っていたの。こんにちは礼儀正しいのね。散歩は自分のミスをフォローしに行ったわ。彼の代わりに君の面倒を見る約束だったけど、その様子じゃ体は平気そうね。もう大丈夫なら他の患者の看病に行くけど。散歩からは気絶したとしか聞いてないわ。多分また彼の小道具か何かのせいでしょ。診察結果を見ると特に異常なしってところか。散歩から聞いたわ。心配しないで、シルバーメインは地下には降りてこないから。地上と地下が隔離されてからもう随分経つの。地下が最も混乱していた時も、でも喧騒者が下層部を封鎖した理由は誰もわからないし、急に封鎖が解除される可能性もなくはない。本当にそうなったら君たちは遅延の夢を叶えても同然よ。それならいいわ。正直君たちは気絶してた。でも散歩にはちょっと大げさに言ってるの。私にいろいろ借りがあるから、この木に薬を持ってきてもらおうと思ってね。とっくに起きてるわ。黒い髪の男の人は最初に起きてきたんだけど、もう一人のジャジャウマ娘も起きてすぐに出かけたわ。今頃近くを歩いてると思うわよ。そしてシルバーメインの格好をした子は、よく見張っておけって散歩に注意したんだけど、彼が出かけた隙にいなくなったわ。さあね、ミステリアスな人って感じかしら。売人と自分で言ってるけど、地下に売り買いのあるものなんてないでしょ。でもツテが多いのは確かよ。急ぎで必要な薬品を取ってきてもらったり、遅延のためにも働いていたりする。少なくとも悪意はないみたいね。地下の民間の組織よ。地下のシルバーメインと思えば分かりやすいかもしれないわ。ただ人情味が増し、お礼なんていらないわ。治療は医者の使命だから。ナノや炭鉱と合流しないと。どこから探せばいいかな。地上と地下が隔離されて随分経つのに、よそ者の君たちが突然現れるなんて。どうしたの？下層部について？地髄が必要だからよ。ベロブルグが建設されてからエネルギーの需要は日に日に増していった。寒波によって外を切り開く可能性を失った人類は、喧騒者の呼びかけに応え、人々は地下に入り鉱脈を掘り、鉱区を設立した。少なくとも個人が全文明の存続のために自ら辛い仕事を選んだということだもの。ずっと良くないままね。上下の生活環境にはそれぞれの困難がある。地上は寒波と劣化の侵食に耐えなければならないし、地下は貧乏と蒸し暑さの中で労働。十数年前、シルバーメインが地下を離れてから状況はもっと悪化したわ。地髄を中心とした物資の交換以外、それに劣化の侵食もここまで蔓延してる。先に言っておくけど、私も彼については計画された偶然と言うべきかしら。散歩はいつもドラマチックな出会いを、彼の話によると、バイ、あら、よく聞かれる質問よ。彼に用がある人はたくさんいるから、彼を求める人がいれば現れる。私は医者よ。ボランティア的な性質を持った民間の組織よ。
先ほど言ったかつてのシルバーメインの責務を果たしているの。仮想部の安全と秩序を維持して、困難がある場所、助けいずれ会うことになるわ。じゃあ、気をつけて。約束だよ。かくれんぼに勝ったらお姉ちゃんに秘密を一部始終を教えてね。一部始終？どういう意味？全部、始めから終わりまで騙した。うん、私は上層部の人間と違って嘘をつかないからね。嘘をつかないからね。よし、決まり。じゃあ始めよ。あれ、あんたいつから来てたの？ああ、別にうちがかくれんぼしたいわけじゃなくてね。実はうちが目を覚ましたら、お医者さんから炭鉱があの散歩っていう悪者に連れてかれたって聞いて探しに来たんだけど、ちょうどこの子たちに居場所を知ってるって言われて、知りたいならモグラ島に入れとか、だからモグラ島に入るためにゲームに勝って実力を証明しなくちゃいけなくて。これでわかる？優しい。ちょっと、いつまでこっそり話してるんだよ。貴重だって言うのに。はいはい、行きます。この人もモグラ島に加入したいのですが、一緒に遊んでもいいでしょうか？うんうん、いいよ。行けないこともないし。親分、こいつら頭悪そうだし、先に練習しませんか？うん、ジュリアンの言う通りだ。じゃあ先に練習する？私が隠れるから、お前ら二人で探して。子供に舐められた。この、覚悟してなさい。ルールは簡単。隠れている子供を見かけたら捕まえればいいの。あと少し。目を開けて。47、40。もういいかな。骨。
モグラ島の連勝記録を破らせない。見せつけてやる、地下最強のかくれんぼチームの力を。なんかあそこのあいつずっとうちらを睨んでない？フクちゃんたちと遊んでる最中だけど、確認しておこう。うちの勘が教えてる。この人絶対おかそう。どこを見ても、誰が見ても僕。もういいでしょ、声でバレてるよ。しくしょう、話しかけたのがダメだったか。百面相のジュリアンとも呼ばれる僕が。いや、あんたの変装ってほぼ。やっと仕事が終わった。行かないはずだから。やっと仕事が終わった。始めちゃったよ。ごめんなさい、フックの親分。くそー、ジュリアンの変装を見破るなんて。肘長目、短大新章の人といえばうちのことだよ。お褒めの言葉ありがとう。どう、ドスクロのフック様、もう秘密を教えてもらえる？モグラ島の親分たる黒い髪のお兄ちゃんと青い髪のおじちゃんはファイトクラブに行ったよ。ファイトクラブ？うん、タンコをあんなとこに連れて行くなんて。あ、ドスクロのフック様、ファイトクラブまで案内してもらってもいいかな？あんなに目立つ建物もわかる。私についてきて。サンキュー。適当に呼ぶな。ちゃんとドスクロのフック呼んで。ファイト、チカはこんな乱暴なイベントが好きなんだ。うん、面白いよ。フックちゃんも参加したことあるの？そのクラブヤバすぎでしょ。着いた。私はボクシングに行くからな。ここって一体誰の縄張り？子供の出入りまで許可するなんて。ここはモグラ島の縄張りでも子供向けで、大人たちは遅延が管理してる。ふふん、つまり、あそこ
ここで試合相手を探してるみたい。お前たちも参加したいなら私のとこまで来て。人がたくさん。背が低くて何も聞こえてないよな。ならいいけど、お前は大人のファイトよりモグラ島の方がファイトはね。拳、手のひら、指、この3つの組み合わせじゃなきゃダメ。全部使いこなさなければならないの。おかしいと思ったらファイトじゃなくてじゃんけんでしょそれ。おいそこの、チケットはいらねえか。姉妹たち、次の試合は本日の最大イベントだ。これまでにない刺激、驚きに満ちた対決。渋い顔と抜群の実力を持ったスーパールーキー、その名は冷徹な総龍。青髪のイケメンからの推薦だ。そして彼の相手は感情のない可燃爆発物のロボット正体。他にロボット正体との戦いを希望する奴がいなかったから、このバトルは冷徹な総龍が一人で応戦することになったぜ。彼本人はどうでもいいなんて豪語しているが、では第1758回剣王大会準決勝始め。早く助けに行かなきゃ。おや、これは想定外の事態が発生したぞ。2名の観客がリングに乱入。冷徹な総龍とチームを組みたいのか。やっと起きたのか。うん、起きてすぐにタンクを探してたんだ。ほら、あんたが危ない時に駆けつけたでしょ。お礼なんていらないからね。彼らの熱意が伝わってきたぜ。このスポーツへのまばゆい情熱だ。しかし改めて注意させてもらうが、ファイトはプロ向けで非常に危険だ。だが総龍選手は試合を続けてもいいと合図をくれたぜ。もう待ちきれないようだ。いいぞ、彼らの拳とロボットの鉄の皮、どっちが硬いか、いざ勝負。お前らが来なくても。ほんと口下手なんだから。生死虚実、一年のマナリ、同天元気、聴無一角。ふっ、はっ。誘った覚えはないけど星の祝福をあなたに。ほら、やっ。勝者は冷徹な総龍、そして飛び入り参加した2名の観客。観客、うちらにもかっこいいあだ名をつけてよ。あ、そう、諦めた。確かにセンス悪すぎ。追うぞ。
だ遠くには行ってないはず。周囲を探してみよう。あ、どうも。あなたたちだったんですね。尾行されてる気がしたので追いはぎかと思って足を早めたのですが、知っていたら大歓迎でしたよ。でたらめ言わないで。不安だったから逃げただけでしょ。僕が？あそんなバカな。我が人生に恥じることなどありません。まさか知らないうちに何か失礼な行為でもし。いやいや、逆にもし僕が逃げていなかったらジェパードに仲間と思われ逮捕されて今は牢屋の中でしょう。僕はずっと影からあなたたちを見守ってたんですよ。シルバーメインの監視から人を救うのは大変なんですから。ここに連れてきたのはどうしようもなかったからです。地上は危険すぎますから。僕たちは全員お尋ね者なんですよ。地下はどこも劣っていますが、その代わりシルバーだとしても気絶させる必要はないだろう。あの時は危険な状況だったので持っていたものを投げてしまいました。何かを隠すためじゃないのか。俺たちのような人間に知らせたくない秘密とか。タンコ、秘密って？詳しい内容は知らないが、きっと何かを隠しているのは間違い。いいでしょう。無料で手をお貸しいたしますので言いふらさないでくださいね。誠意を持って皆さんを遅延のところまで案内します。地下のすべては彼らに聞くのが一番早い。ニーズがあるからでしょうか。こちらのお兄さんから聞きました。性格とやらを探してるとか。聞くだけですごそうですが、遅延ならきっと手がかりを持ってるはずです。ファイトクラブで優勝すれば手がかりを入手できると言っただろう。あ、そうですよ。優勝すると名を広められる。名を広めれば遅延に会える。この流れで問題ありません。もちろんただではありません。しかし理由がないなら探せばいい。皆さんの腕前ならチップはいくらでもありますよ。正直に言ってこの世界で生きる術を一言でまとめると、ニーズを探すことです。ニーズが分かれば方法を考え出せる。十数年も封鎖された地下で座して死を待ちたくない者がいるのも、僕が言うならバカ、一本木、クソ真面目です。地下の秩序を保つために自発的に組織された行動派です。シルバーメインが離れてから地下の秩序は遅延が維持しています。でも舐めないでくださいね。達人は野にありという言葉を聞いたことはありますか。遅延にはすごい人が集まっているんで、ご安心を。この散歩、助けてくれた友を見捨てるなんてできません。で、その遅延という組織の仕事は？何でもやってます。秩序を維持し資源を集めて物資を配るとか。物資といえば僕のビビたるメンツもここから来ています。あれ、ジョシュアがここにいないなんて。あの光る鉱石は？ああ、あれは地髄。エネルギーを提供できる鉱石です。地上と地下が封鎖された今、地髄の輸送ルートのみが動いています。地下が鉱石を送れば地上が物資を下ろしてくれるんです。
下層部の住民の大半は甲府で地髄を採掘して生計を立てています。地髄がなくなるとこの世界の人間は凍え死ぬでしょう。ここにはいないみたいです。28、29。オレグもいないようですね。皆さんどこに行ったんでしょう。まさかまたうちらを騙そうとしてるんじゃ。そんな、まさか。あそこの大きい建物は何？あれは炉心ですよ。上下をつなぐ柱でもあります。昔はあの柱を通して上下。それで？長い話になります。とにかく今の上層部と下層部は連…お前以外はな。お兄さん、その話はもうやめるって約束したじゃないですか。普段はこの時間になるとゼーレが見張りをしてるはずですが、遅延の連中は一体何をしているんでしょうか。僕を避けてる？ほら、あれを見て。どうやら揉めてるみたい。皆さん、じっと見てるだけのつもりですか？このことが明るみになったら困るのですが。そう言われると困るところを見てみたいかも。注目されるのは困るが、あの娘を放っておくわけにもいかない。そう、そう、炭鉱さんのおっしゃる通りです。助けに行こう。調子に乗りやがって、こっちも手加減しねえぞ。よくも暴れてくれたわね。手合わせしようじゃない。やべ、つらかるぞ。ヘタレどもが。ゼーレさん、いいところに来てくれました。感謝してもしきれません。あの流浪者たち、遅延の縄張りで暴れるなんて。黙りなさい、散歩。スバローグの脅威はゆっくりと解決すればいいわ。今は遅延のことの方が優先よ。下層部に降りてきたシルバーメインがいると聞いたけど、あんたね。あなたたち、私をここに連れてきて何を企んでるの？何を企んでるの？だって自分がまだ上のお嬢様だとでも思ってるのか。市場での暮らしは心地いいでしょ。地下がどんな風になったのか知ってる？地下の人間がどうなったのか考えたことはある？シルバーメインだって心地よく地上で暮らしてるわけじゃない。ずっと敵と戦ってモンスターからベロブルグを守っている。地上と地下のみんなを守っている。うまいことを言うのね。地下の何を守ったの？シルバーメインを引き上げさせ通路を封鎖したのはどうせ喧騒者を守るためだけでしょ。守護者様にはご自身のお考えが。とにかくついてきてもらうわ。ボスがあんたたちに会いたがってる。聞きたいことがあるらしいの。奇遇ですね、ゼーレさん。
僕たちもちょうどボスに会いたくて。誰があんたなんかと。こいつらは。名前だけ教えてどうすんのよ。ここの方々はボスの役に立つ人材で、ちょうどこれから連れて行こうと。ここに来たのは性格というものを探すためだよ。あれが厄災をもたらした元凶で。お姉さん、それは誰にでも言っていいことじゃありません。ゼーレさんは何も知らないからボスに聞きましょう。確かに知らないわね。それにあんたたちの伝言を受けるつもりもない。遅延が大航空のあたりで厄介ごとに遭遇したの。ボスは今その件を処理してる。本当に会いたいなら航空の入り口で私を探すといいわ。じゃあね。Thank you.